はい、どうも皆さんこんばんは、赤トゲメットです。5月2日ゴールデンウィークも折り返しですね。今日も風のクロノアドアドゥンファントマイル実況プレイしていきたいと思います。よし。いやいや、昨日はいろいろありましてね、なんだかんだありまして動画投稿ができなかったんですけどね。よし、今日はちゃんとやっていきます。よろしくお願いします。続きから、で、前回の最後になんか音楽変わるらしいと、クリアして旅、なんだっけ、住人、眠っている住民を助けていくと、クリアした時のジングルが変わるっていうので、ちょっと聞いてみたんですよね。全然違くないですか？暗い不穏な感じですよね、今の。で、いつもの方。というわけで、最初、動画の一番最初と比べるとすごい長くなってるんですよね、このジングルが。気づかなかったというか、スルーしてたというか、そういう感じですかね。いつの間にかどんどん長くなっていってる。こういうシステムがあるんですね。なんかユニークで面白い。よし、じゃあ今日はビジョン 4-1 やっていきましょうね。なんだっけ、遺跡だっけ？行きましょう。狙われた村、風の王国跡。風の王国。こっから帰れ、急げって言われてたんですよね。いて、つかまんかった。お、こいつは、ダメだ、弾かれる。無敵系か？微妙に届かなくね。あ、上からなら大丈夫なんだ。微妙にメインテーマのアレンジになってる。ここは、こうか。いて、そこにいられるとすげえ困る。マジ。おお、びっくり。行った方がいいかな、先に。ここ。これ。起きろ系。ああ、なんか上にいたじゃーん。これ結構大変じゃね。ほい。ほい。これで、とりあえずいい。ここは多分、踏ん張っても登れない。ですよね。上に10人いたわ。で、タイミング。ここは、狭い。あー、もうこういうアクションが普通に入ってきてる。はー。普通に大変じゃね？掴みまして、二段ジャンプ。
ランジャンプ。おう。これ普通に羽ばたいていけるやつだな。あー、場所が微妙。先に穴入る。置き時計。戻れないやつか。でかい。それはちょっと良くないし、場所が微妙に、ちょっとはい、え、無敵、そんなことある、ここ、あ、ナイスナイス、倒した倒した、動くっぽい、そうでもない。あれ違うとこ行った。ここ普通に迷うとこだな。あ、でももう戻れねえわ。戻れるっちゃ戻れるな。どっちが先だ？ここも行けるな。行かない方が良かったねー。痛い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 。あんまカットできないんだから。狭い。これでいける。ほい。ここはいける？いける。あーね。こっちが先だったな。あ、むずい。ちょっと、テクニックが。これでいいかな。もう上はなさそうですね。こっち先に来てよかった。あ、意外とジャンプで横移動ができないんでね。ちゃんと、空中ジャンプをしていかないといけない。こっち来た時に、ほい。ダイヤはもう出ない。ダイヤというか、夢のかけらはもう出ない。はい、ドキドキ。なんだ？上にいますね。掴める。そういえば、クロノアの出してるこれ、これありますね。これ、風玉っていうらしいです。崩れちゃったね。復活する？これ。する。危ない。風玉を発射。これはポンポン行かないとダメかな。はい。長く乗っててはいけない。これは、いける。いて。あ、タイミングがあるのか、こいつは。いて。どのタイミングか。正面か。これも正面、違う。これもタイミング。にゃー、雑だな。ほい。むずくない？狭い、狭い、狭い、狭い。あー、ダメだし。ひー。ジャンプのもうちょっと頂点で。いやー、いけない、いけない、いけない。ちょ、まあ。できた。スリーアップ死んでくださいと言わんばかりの場所だったな。スリーアップ出るし。こいつやべえぞ。危な。これ、上あるか。なんか、マークありますね。
なんか、いろいろ書いてある。なんて形容したらいいかわかんないけど。なんか、なんか生き物と月とパックンフラワーみたいなやつ。下にもなんか書いてありますが、よくわからないですね。文字？これ、空中ジャンプか。ほい。これでいいか。進んだけど、左あった？左はない。なんだ？掴めるんだ。半霊っぽかったけど。半人半霊っぽかったけど。ああ、死んだ。にゃあ、ずっこけだ。まあ、こっからなんで大丈夫ですが。また新しい敵が出てきてる。早い早い早い。つかめん。これは、こいつで使うしかない。ちょっと、タイミングが悪いな。はい。オッケー。こいつを使って、てか、風玉で実体化してない？はい。ワンナップかな？下になんかあるけど、あれは大丈夫か？行きましょう。はい。これも壊れそう。危ねえ。はい。進んでいきます。で、あいつはなんだ？やばいやつ。倒す。倒せん。はい。倒す。倒しても特に何もなかったな。進んでいきまして、ここは、なんだろう。若干錆びれた王国。若干でもね、全然錆びれてんじゃん。回復。おぉ。よくあるやつ。ブンブン、ブンブンメンコ的なやつ。ブンブンゴマか。なーんだこいつ。つかめねえよな。はい。あ、やばい。上にあいついるし。よし。届け。おぉ、届いた。マジで言ってんの？普通に難しい。一発で超えられた。さあ次は？いやー普通に難しくなってんな。回復？戻ってワンナップか。あ、ふぅ。オッケー。なんとか。これは空中ジャンプいるんじゃね？さすがに届かんだろう。結構きついな、もう。ここは届きそう。届くけど、あいつやばい。こいつやばい。内側は大丈夫。お、来たね。来たわね。きつ。アス、こいついんのか。惜しい。結構、夢のかけら稼げそう。残機もいっぱい稼いだし。動く。タイミング。左に乗り継いでから、ここですね。あと一個。あと一人。で、左奥か？こっちまだだろ。ちょい。長い。とりあえず避けたけど？あー、え？あー、びっくりした。ヒー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 。なんもねえわ。ワンナップが多いのは多分、死にやすいからかな。これどっからよ。
うわ、だいぶ戻されたな。ほい。5個目。多分こいつ、掴めるよね。ここ。っていうことだ。で、ここでやれってことかな。先は、なんもないことはない。なんもないことはないんだ。なんかあるね。行くか?その前に、この奥気になるんだよな。普通に、壊せん?壊せんわ。特になんもなかった。ちょっと待ちます。ほい。タイミングよく。もう一周してから。ほい。これで、夢のかけらを稼げる。この先はないですね。ああ、ここちょっと、厄介ですよ。はい。判例来てる。で?ここじゃないんですか?え?え?え?ここじゃねえの?ここじゃないんですか?え?何かが足りない?左は何もなかった、ですもんね。鍵とかある?これ。マジか。進めなくなった。左下?こっちか。こっちでいいのか?こっちか。なんかあったりする?ない。あ、ビジョンの4の1クリアー。なんかぬるっと踊りましたね。よし。若き。さあ、これでジングルが変わりますね。オッケー。一小節ずつ長くなってるんですかね。なるほど。4の2ですね。このマークはどこだ ?46 か。な。46ではない。これか。水の国のマーク。紋章っていうんですかね。そんな感じですか。はい、ビジョン4の1クリアということで、今回ここで終わりたいと思います。ね、しばらく短くなりますけど、まあ、ご容赦ください。明日は4の2から行きたいと思います。明日は4の2ですね。はい、ってわけで、今日もご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。